テレ朝動画。新年のご挨拶を、はい、お願いします。バーンとか出てこないですよね。入ってくる。中西ランドをご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。新日本プロレスの中西学です。昨年、2月から皆さんに支えられまして、なんとか10ヶ月やってこれました。これからもどんどん続けていくつもりです。そしていろんなことに挑戦していくつもりです。プロレスありきのこの番組ですが、プロレスからたまに外れることもありますが、必ずプロレスに戻ってきます。それはどうしてかと言いますと、中西学が死ぬまでプロレスラーだからです。というわけで、皆さんに支えてもらい、そしてこれから期待に応えていけるように、私も身を粉にして頑張っていきます。粉になっていこうとも、また膨れて大きくなっていきます。粉もんみたいな男ですから、まあ皆さんのお好み通りになっていくかどうかは分かりませんが、ですが中西学、自分なりに物事を捉えて、そしてそれに真正面から体当たりでやっていこうと思います。それが中西ランドだと思っておりますし、皆さんもそれについてきていただければありがたいです。そしてたまには行き過ぎることがありますので、ご意見ご要望ありましたらツイッター等で私に言うか、そうか中西ランドに言うか、僕に言いづらかったら中西ランドに、苦情を言ってください。それとなく、スタッフたちが、角が立たないように僕に言いますので、はい、真正面から来られると、やっぱりこう喧嘩になっちゃいますので、まあ新年早々喧嘩とか言うのは良くないんですけど、まあそう言って、何でもかんでも納得するよりもとことん言い合って作っていくのが中西ランドだと思っておりますので、はい、まあ揉めながらではないんですけど、いいものを作るために、日夜切磋琢磨してスタッフとも頑張っております。いいものを作りたいです。それはやっぱり手作りで、そしてまあデジタルの時代ですけどアナログでやっていきたいと思いますので、これから1年間またよろしくお願いします。長く長くやっていきたいです。それは皆様のご声援があってのことですので、今日はこういうふうな感じでめでたく、羽織袴を履かして、袴は履いてないか、晴れ着を着させていただいております。そういったことで、心も新たに皆様と共に中西ランド歩んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。何でもやりますからご要望もください。よろしくお願いします。明けましておめでとうございました。なんか取ってつけたように最後明けましておめでとうございました。最後にやっと出ましたけど、はいはい、今年の中西ランドはどうなるんですかね。もっとバラエティーに寄っていくのか、プロレスに寄っていくのか、展望というか今年の。いや、やっぱプロレスでしょ。はい、まだまだ本調子じゃなかったから、去年が、まあ、今年はもっと飛躍していくということと、もっともっとこう いろんなものにやっぱ挑戦していくということであって、まあ自分でやはり、いろんなことがあって年齢的なこともあるから、まあ、あの力づくりはできないのは分かってますし、相手の力も利用するというのと、リングは四角いですけど広いですから、それを十二分に使うということと、まあ、会場も使ってやっていこうということですよね。はい、会場も使って、はい、まあこの中西ランドのおかげで自分自身がコミュニケーションというものがあんまり取れない人間でしたけど、ツイッターなり、それとこの中西さんの映像なりで皆さんといろんな意味でつながれたんで、そういった意味でつながると、やはりわからないものもなんとなく分かってきたりとか、だんだん鮮明になってきて、それから何かが生まれていきますから、その何かが生まれたっていうのはいろんなことだと思います。今まで自分自身がなんか料理作ろうと思ってもいろんなことしようと思っても準備がめんどくさい、後片付けがめんどくさいからやらなかったこといっぱいあるけど、去年1年間でできたことが山ほどあるんで、自分が一番びっくりしてますよ。なんで自分のことを知っている本当田舎の人間が一番びっくりしてると思います。本当こいつこれやったのかと、まあ吹き替えじゃないですからね、こんなでかい吹き替えできるやついないですから、はい、フードコーディネートもいなかったし、はい、そうですね、はい、もう 100% ガチでやってる。そうですね、はい。いや、では今年もじゃあそういう見込みで、すいませんが、はい、よろしくお願いいたします。はい、大丈夫ですか、皆さん。ちゃんと喋りました。いや、一生懸命やるだけです。とにかく喋りとしては大丈夫ですか。喋りとしてはそうですね、プロレスの場合は21年間やってきたから喋ることは結構あるけど、まあ中西ランドまだもうちょっとで1年ですから、まあじゃあ今日は大丈夫ですか。この前喋った時10分ぐらい喋ったんですけど、今日4分ぐらい喋った。いやいや、ちょっと待って、だからそこまで厚みがないんで、逆に言えばそれ厚みがない分可能性があるんで、中西ランドが、だからそれにかけてみたいと思います。
ご主人、本当にどうもありがとうございます。こんないい晴れ着を、はい、ありがとうございます。新春恒例、日本の正月はこの戦いがなければ始まらない。2014年戦い始めの 1.4 スペシャルタッグマッチ、ホーレス・グレイシー、ダニエル・グレイシー VS 桜庭和志、永田裕二。総合格闘技に名を刻むグレイシー一族からの挑戦状、迎え撃つはブルージャスティス永田裕二とグレイシーハンター桜庭和志。ニュージャパンプロレスリング is king of sports. I teach you. これも。プロレスを超越したドリームマッチがここに。IWGP ジュニアタッグ選手権試合防衛マッチ。タイムスプリッターズ coming soon. 挑戦者組アレックス・シェリー、串田 VS。We are your next challengers. よろしくお願いします。アレックス・コズロフ、ロッキー・ロメロ VS。 新日本は得意のよ、リマッチ組んでくれよ、俺らのよ。太一・高道のく VS。 第37代 IWGP ジュニアタッグ王者の誕生です。王者組、ニック・ジャクソン、マット・ジャクソン。個性あふれる4チームが史上初となる防衛マッチで決着をつける。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者イブシコータ VS 王者プリンス・デイビッド。新日本プロレス所属になって最初の目標である IWGP ジュニアのベルトに挑戦したいです。半年間にわたり王座防衛戦を拒否し続けてきたデイビッドに対し、ゴールデンスターイブシが挑む。新日ジュニアの司法奪還はこの男に託された。ダブルメインイベント、 IWGP インターコンチネンタル選手権試合、挑戦者棚橋博 VS 王者中村慎介。久しぶり。幾多の激闘とドラマを生んできた永遠のライバル対決が2年4ヶ月ぶりに実現。もうね、大事件ですよ。中村の口から俺の名前が出るっていうね。全力でいきます。もう少しだけ輝けるとしたらこれしかないでしょう。中村 VS 田梨。最高の刺激を求め、最高の相手と戦う。たぎりまくって、いや振り切りまくる。アイシャラー新日本プロレス究極のゴールデンカード、ダブルメインイベント、 IWGP ヘビー級選手権試合、挑戦者内藤哲也 VS 王者岡田和親。子供の頃から憧れた、夢にまで見た IWGP。 己が目指すのは新日本プロレス主役の座。岡田、東京ドーム大会の、そして新日本プロレスの主役は俺だ。やるしかない、ここでやらなきゃ男じゃない。岡田、内藤よ、夢の舞台で夢をつかめ。そんなこと知ったこっちゃないっすよ。東京ドームでそのまま夢でおらせてあげますよ、内藤さん。
レベルの違いを分からせる。東京ドームに金の雨が降り注ぐ。バディファイトプレゼンツ、レッスルキングダム8 in 東京ドーム。チケット絶賛発売中。